こんにちは。こんにちは。立中流落書き部、はい、本日も始まります、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。立中先生、はい、今日はどんなトピックからいきますか。ですね、うん、スケッチ描いてる時にちょっと2つ手間をちょんちょんってした手間を、うん、加えるとすごく情報が割と豊かになるなという発見を、まあ、仕事中したんで。はい。じゃあ発見の報告ですね。はい、そうですね。お願いします。はい。ありがとうございます。ラフはですね、うん、まあ、仕事で書くんですけど、ふわーっと書くんですけど、なんかね、こう、ふわーっとこう、なんか、まあ書いてますと。書いてる人いるよみたいな感じでシャーッと書くんですけど、でまあ他の人の上がりを見るわけですよ。見れるんですよね、仕事で。ラフの上がり、そうですね、ラフとかの、うん、まあ、一緒に同じ作品に参加してる方々がどんな風なものを書いてるか、ね、どんな風な、あとは、うん、作画監督ですね、うん、とかのこの修正とか見れちゃうんですけど、うん、でその修正を見てたら、こうラフなんですよ。やっぱまだね、こう決め込んでないこう絵が多い中で、うん、これが入ってんですね。目説明下手だな。目、こう頭シュッて描くんですけど、うん、目を軽く描いてるラフを見つけまして、うん、これがすごくなんかね、もうこの丸二つなんですけど、もう一発でこう顔の向きが分かっちゃうみたい。これいいなパクっちゃおうみたいな。よくね、耳かくっていう方法も聞きますけど、目2個スコーンってこう、まあ、いや見えづらかったら1個とか もちろんあるんですけど、その時は耳なのかな。なんかこの目の丸2つの効き目っていうのが、おお、すごく感心しまして、うん、今まで書いてなくはなかったんですけど、うんうん、この軽さですよね。ひょいひょいって、うん、こっち向いてますよっていう感じでこうポンポンって書かれた、その情報、その労力に対するこの情報のこう大きさ、コスパがいいって感じですかね、うんうん、これは普段のスケッチにもとても使えるかなと思いました、うんうん。この同じチャンネルでやってるキークリエイティブスタジオオンラインっていうので、はい、キー先生にお話ししてもらってるんですけど、キー先生はよくどこ見てるのかが分かるようにした方がいいよっていうことで多分キー先生も目描いてたと思うんだけどその人が見てるものがあるところだから、それが鳥を見てるんであろうが鉛筆を見てるんであろうが机を見てるんだ、何でもいいんだけど、その時にこの人ここ見てますよっていうところに丸いボール描くといいよみたいな話もされてましたね。こうですね。そうです、そうです、そうです、はい、なるほどなって、うん、あ、それも手ですね。確かに、やってみよういいなと思ったらとりあえずやってみる。今とりあえずやってみる反論なしですね。あ、うん、あ、それもありだなと思ってはっきりしそうですね。そうですね、うん、だからこの2つの目とそのターゲットを抑えるとよりクリアになるのかなって気もしました、うん、耳より目の方が簡単ですか。うん、目の方が見てるっていう動作と、うん、多分耳よりは密接近い気がするので、うん、いいのかな。イメージはしやすいなって感じはしました、うんうん、耳、うん、そうね、耳でもいいのかな。まあ、自分がそこを意識
するかしないかですよね、はい、書く書かない、例えばそう今書かれたみたいに、うん、あの目と目をつなぐ線を書いた時に、うん、あ自分としてはここに目があってここを見てるんだよっていうイメージがまずされてる方が良いですよね。そうすね、うん、あのモデルさんがもし写真とかがあるんだとして、うん、この頭からここぐらい離れたところに目がありましてっていうことも大事だけど、うんうんうん、この人がどっちの方を見てるのかっていう、うん、測れない情報っていうのが、はいはい、何センチとかっていう測れないような情報も、うんうんうん、あの意識として持つ、うん、どっちを見てるのか、はい、何を見てるのかみたいなのだとすごい生き生きしてくるような気はしますね、うん、そして、ね、じゃあちょっと写真で、うんをちょっとやってみましょう。そうですね、はい、お願いします。でなかなか今ね真面目な話で始まったんですけども、全てを台無しにするセルギーさんですね。これは芸人さんってすげえなと思いますけどよしとりあえずやってみましょう。やってみましょう。これは真横真横、これは別チャンネルでやってるジェスドロパーティーっていう企画、はいはい、皆さんにモデルさんの静止画リファレンス動画リファレンスを公開しているチャンネルがあるんですけども、そこの、うん、あの協力していただいているモデルの一人のセルゲイさんの静止画からですね、うん、いやすごいっすよね。普通にやりますもんね。うーん、なんか本当にすっとこのカツラをかぶられたらのはちょっと僕は結構なカルチャーショックではあったんですけど、うーん、やっぱ人を楽しませることを常に考えてるんだなっていう感じはしましたね、うんうん、ね何やってんだろうなって感じもうそう思っていただければ幸いみたいな感じの方ですね。もう本当そうですよね。すげえなと思います。もじゃもじゃで、まあ、目なんですけど、うん、目のしっかりとこう、まあ、グラサンはかけてるんですが、なんか、うん、しっかりとこう、これが多分あのこうなるとまたちょっと意味が変わりますよね。あ、そうですね、うん、なんでこの 丸自体のその角度っていうのは結構、うんうん、結構な情報を持ってくると思います。はい、1枚目こうですね。よいしょ、うん、どうしようかな。こいつ脇に置いとく。よいしょ。でんでん。はい。ちょっとどん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 書いていきますよ。はい。シャーっと。B がでけえなって感じ。ちょっと脇開け気味なのがちょっと主張強くて。よいしょ。なんかこういうちょっとね、まあこう十字で角度を取ってもいいんですが、うんうん、ちょっと目だと丸い目をこう描くとそんだけでこう表情みたいな目線の向きみたいなのが出てくるので、ちょんちょんってだけなんですが、うん、すごくあの面白いかなと思います。情報が割とクリアになっていく、うんうん、めっちゃめっちゃ目合ってる。サングラスとかメガネは目じゃないけど、うん、向きとかは分かりやすいですね、うん、分かりやすいですね。確かにこれとかもそうなんですよね。私も最初の頃はなんて適当に描いてんだろうって立中さんの絵を思ってたんですけど、うんうん、はい、情報を描いてるんですよね。あ、そうですね。いい感じの唇とかではなく、ないです、ね、つぶらな瞳でもなく、ないですね、はい、どこを見てんですかっていう、うん、
情報を整理するというか、うん、選んでいくというか、でそれを選んでからつぶらな瞳なんです。なるほど。最初につぶらな瞳じゃなくて、うん、どっちを向いてんのか、どんな角度なのかっていうのをこう整頓してから、自分が把握してから、そのニュアンスだとかに持っていくかなって気はします。はい、うん、ね、顔の角度が上向いてるのに正面のつぶらな瞳だったら怖いじゃないですか。はい、はいつぶらな瞳を よく練習するとその罠にはまります。そうなんですよね。だから両方欲しいですよね。はい、うん、はい、怖い怖いってなっちゃって、どんな時にもそれを使いたくなっちゃうから ね、うん、ですね。これちょっと新しくしようかな。の正面ですね、うん、もうこれが多分顔の向きに関してはここをしっかり、うん、うん、書くというか、それがた、うん、もうね、もう これだけでもうなんか、あ、俺書いたなって感じになっちゃうんですけどねダメかな。あ、丸二つのことですか。もうこれで、あ、もういいな今日はって感じはするんですけど、一個一個ですよね。気に入ったことがあったらそれを試して、うん、でそれがあの自分なりにちょっとあれこの間までと感覚違うなって思ったら、うん、まずは喜びますね。もういいんじゃないってもう寝ちゃおっかなみたいな感じになりますよね。はい、神様みたいです。ライオンみたいですこれでもう正面でしょ、うん、おいでよいしょ、正面があったらドン。でちょっと角度は似てるんですけど、うん、うんうんうん、どうしようかな、どっちに書こうかな。でも正面、うん、まあほぼさっきの頭の形は変わんないんですけど、こうするね。そうするとさっきのやつと比べても、うん、もう全然違いますよね。うん、うん、なんかそこはなんか便利に使えるなって思いました。うん、もう仲いいですね。なんかの反対側もこれもちょ笑けるところなんですけど。まあ、目の向きに関してはドリュース・ツルーザン先生もそう言ってました。あの映画のポスターを書いてるアナログ時代の大巨匠って言われてるドリュース・ツルーザン先生、全部名作になる人ポスターで、はい、そうです。あのやっぱり映画のポスターだから顔が命じゃないですか、はい、俳優さんの、はい、だから例えばこの2人が見つめ合ってるのか、うんうん、それとも何か UFO か何か飛んできたそっちを見ているのか、うんうん、それともあの見てくださってる観客の方をしっかり見てるのか、うん、2人3人とキャラクターを組み合わせる上ではもう確実に特にそれが問題になってくるみたいなことをおっしゃっているの、うん、ようなことがあって、うん、今のそのセルゲイさんを2つ並べた時にそう思いました、うん、例えば、はい、こういう格好の人たちが砂浜に何人もいるのを描こうって思ったとしたら、はい、こういうほぼ同じなんだけどちょっと見てるとこ違うとかっていう、うん、こういうバリエーションの付け方って落ち着いて見られていいですね、うん、ばらけやすい、ばら、うん、こう散らしやすいですよね、うん、そのバリエーションを付けやすいというか、うん、すごく目線の向きって、ね、大事だと思いましたっていう最近のお仕事からのトピックスでしたって話です。はい、うん、では今日の落書き雑談、はい、ここまでです、はい、ご覧いただきありがとうございました。目2つ、はい、これだけです。ください、はい、コスパがいい、はい、さよなら、はい、バイバイ。